はい、えー、おはようございます。さっきあの動画を上げたんですけども、なんとマイクが入ってなかったってこと、入ってなかったんですよ、マイクが。音声入ってなかったもんで、もう一回取り直してお送りします。昨日ね、あの、お仕事終わったもう夕方疲れてきてね、もう頭もあの働かないし、目もしょぼしょぼし、さっぱり細かい字が見えないもんで、えいやっと割り切って、えっ、ー、と、もう夕方また、あの、リラックスで、えっ、ー、と、サンタナの,の 愛称のヨーロッパ、すっごい懐かしいやつですよ。弾 <laughs>、えー、いてました、あのー。コメントいただきまして、<laughs> いつもありがとうジョン・キムさん。えー、っと、What a fantastic! But it ended much too soon. ごめんなさい。Sorry. Thank you for、uh, posting always, ケンイチ c h i will upload、uh, in, in full, full version. Uh, 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 I, I suddenly

えいや懐かしいですねこの曲やるならやっぱりレスポールですねそうなんですよね本当はねでも雰囲気が十分にあってよかったですありがとうございますレスポールねそうなんですよねレスポーそうなんですよストラットだとねあのぶっとい感じの音が出ないんでそれでこの間あのえっ、ー、とボスの IR200 でそれっぽい ぽく音探してそれと、あの、ハイゲインタイプの、あの、えっ、ー、と、ボックスのバルベナジージこれで、んなんか雰囲気出ないかなと思ってやってみたんですけども、んまあまあかな、みたいな、本当はやっぱりレスポールなんですよね。それで、あれ欲しいんですよ、あの、フィードバック、<laughs> フィードバックする、あの、エフェクター、ハンドルは不足でね、楽器屋さん行ったらないっていうんですよね、残念ながら。 えー、まあああのあありがとうございました、佐々木さんあのあの。そういえばね、レスポールといえばね、えっと聞いたらね、あの、えー、とボ,ボッちザロック、ボザロの関係でね、一、え、時、ー、あのレスポールカスタム、レスポールカスタムの黒、これがバカ売れしたんですって、で在庫がないとか言って。 で、楽器屋さん、ほくほくだったみたいなんですけども、くしかし、60万円の,あのレスポール買えるんだね、すごいねとかと思うんですけれどもで、あるのは情報筋によるとね、あの結局買ってみたけども、あのうまく引けないので、えーと、中古市場に放出されつつあるよっていうんですよ、これは狙いもいかもしれないですよね。あの レスポールカスタム、10万切ったのがあったら欲しいな。<laughs> あの、えー、でも、カスタムか。でも、レスポールは、もし、もしだったらね、あの、スタンダードの方、スタンダードの方は私、好みかな、えー。なんて思ってますけど、やっぱあの、ぶっとい音ね、いいっすよね、レスポールね。えー、というわけで、あの、 えー、まだね哀愁の,のヨーロッパほんと昨日思いつきでね40年ぶりぐらいに、えー、弾いてで学生の時コピーした時ってねあの抑揚の付け方がねできてなかったんですよ。今あのビデオでいくらでもご本人の映像見れるもんであこうやって弾いたのかと思ってあの有名なあの なんだっけ三角形のでかいやつねベース用のピックなんだそうですけども器用にあのでかいやつでねギターを弾くんだけどもねでそのデリケートに弾いてますね右手ねそれと左手もハンマリングオンとかプリングオフだとかスライダーとかを駆使してあたかも人が歌ってるみたいに微妙な感じ出してるんですよ。でまた哀愁感がいいんですよね。確かこれ サンタナさんがヨーロッパに旅行に行った時にそのヨーロッパの雰囲気を感じて作ったのがこの曲だっていうふうに聞いてるんですけれどもあなんかねそういう雰囲気を出そうと思ってあの頑張ってるんですがまだ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 昨日の段階ではさっぱりでして、えー、と今日も出勤お仕事で明日もちょっとお客さん訪問で行ってくるんですがそれ終わったらもっとちゃんと。 あの弾けないかかどううやっっててみようと思ってますあのジョン・キムさんあの、しばらくお待ちください。いずれ、あのフルバージョンを思い出して、えー、それなりに弾けるようになったところで、フルバージョンをアップロードしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。